石月宗公館長様は、現代に生きる私たちに対し、仏様の身をしえを丁寧に日々の生活の中に生かしていくことをおさとしくださっております。おさとしの中で、福井県の大本山永平寺を開かれた道元禅師の言葉を用いて、 今日あるべき私たちの姿についてご教示くださっていますこの法は人忍の分章に豊かに備われりといえどもいまだ主せざるには現れずこれは道元禅師の著述消防玄像弁道話の巻きの中に出てくる言葉です 道元禅師は今の私たちはすでに仏法に照らされている仏の悟りの中にあるとお示しです。私たちは悟りを自分の外に求め追い求めてしまいます。しかし本来悟りというものは 修行によって得るものではなく修行を務めている姿そのものが悟りの姿であると道元禅師は説かれています。ただひたすらに仏法に照らされ仏の教えを実践してきた仏葬の行いに基づきその あり方にかなうように仏道を歩むのみだと仰せられます歴代の仏祖と称される祖師方はお釈迦様の生き方のありように基づきながら同じように仏法を悟り証明実証し後世に 伝えてくださいましたそれはあたかも器いっぱいに注がれた水を一滴たりともこぼすことなく次の器に移すがごとくでありしっかりと仏様の行いを生き方を後世に伝えてくださいました。 館長様はこのお釈迦様をはじめとした歴代の仏祖が伝えてきてくださった見教えを丁寧に日々の生活の中に生かしてみんなで実践してまいりましょうといざなっていらっしゃいます。作法という言葉があります物事を正しく 努め上げる方法ですね道元禅師は日々の生活の中で朝起床してから夜就寝するまでの間さまざまな作法を丁寧に示されています朝起きて洗面する時の作法や食事の作法 入浴の作法など実に生活全般にわたって作法を定められていますその中には例えばトイレで用を足す作法までも細かく説かれていて消防現像・洗浄の巻には体を洗い症状に保つことについて 細かかく説かれていますその上でこのような教示もされています。「信心これ不全ななれども上身の法あり信あり」「信心これ不全な」とは私たちの身や心はもともと 汚れているわけではないということです。綺麗とか汚いとかの価値判断は世俗的なものの見方です。仏様からしたらきれいも汚いもないつまり汚れようがないのだというのです。つまり 正常に保つという作法は世間の塵に染まらないという修行などだと説かれているのです。世間の塵に染まらないように努めることこそが歴代の仏祖が願い続けられ悟りを開いてもさらに励みやめることなく行じてきた 作法でありますこのような生活全般にわたる作法は全国の修行道場では現在でも日々修行僧によって行じられています。お釈迦様をはじめとした歴代の仏祖 仏が同じく行事で伝えてくださったこの作法を実践することは私たち自身が仏として生きることほかなりません座禅によりお悟りを開かれたお釈迦様の見教えを自分自身の生き方の根幹に据えて体を座禅のように整え 呼吸を座禅のように整えるすると心まで座禅を行じているように自然に整ってまいりますこの座禅の作法体を整え呼吸を整えそして心を整えるこれができれば 修行僧と同じ生活全般が立派な座禅となります。お釈迦様や歴代の仏祖が実践されてきた作法によってお釈迦様仏として生きる生き方を館長様は皆様にお勧めになられていらっしゃいます。 お釈迦様の見教えは第一に私の命は他の命とともに生かし生かされている命であるという真実に気づくことが大切です。そして道玄禅寺は座禅をしていても決して主情皆さんと常に 共にあることを忘れないとお示しです。ここから食事作法を通して一歩踏み込んで見つめてまいりましょう。食事の時に五感の下をお唱えいたします。これは私たちが食をいただくにあたっては、 自分自身のありようを見つめ顧みて自他ともに生かし生かされている世界に対し感謝の念を抱き仏道に邁進せんことを誓うものです。まず最初に一つには功の多少を測り功のをはかの来所を測る。 今この食事をいただくにあたり自分自身の口に至るまでにどれほどの人々の労苦を経て届いているのかを思いはかります。お米ならどれだけ手間暇とともに月日をかけて育て上げた人々の思いとその食材を 丁寧に調理してくださった人たちの思いをめぐらします2番目には2つには己が得業の全決と測って苦に応ずたくさんの人々の苦労の末に出来上がった食事はいわばたくさんの人々からの 供養を受かるこ,とに他なりませんこの食事をいただくにあたり自分自身がそのたくさんの人々の供養を受けるだけの正しい行いをしているのか自分自身を問いただしよくよく反省していただきましょうという意味です。 三番目には「密には真を防ぎとがを離れることはとんとをしゅうとす」トト。自分自身の根源的な煩悩むさぼりの心怒りの心愚痴の心を通した過ちを離れて心正しく保つことの大切さを 教えてくれるるのが食事であると認識します私たちは自分の好きな食べ物があると人より多く食べたいと思いその逆に嫌いな食べ物が出てくると食べることはせずに嫌がり人に回したりしますね。また大好きなもものであっても 毎日毎回食卓に並べられると他のものを食べてみたいと思い始めます全く勝手なものです食事の時にこそこの仏道修行の妨げとなる三毒むさぼりの心怒りの心愚痴の心を 真正面から向き合うことのできる修行であると説きます食事も仏道修行に他ならないことを示します四番目には四つにはまさに良薬をこととするは行行良,良善がためなり食事というものは 生きることに対しての良き薬でありこの体が痩せ衰えてしまうことを防ぐことができると説きます五番目に五つには浄動のためのゆえに今この時期を浮くお釈迦様をはじめとした仏祖と呼ばれるお将様方と 同じ悟りを開くことができることを願いこの食事を今いただく大切さを説きます五感の下とは心静かに五つの特目を通して思いを巡らしながら反省をするそして目の前の現実に心を戻し 仏道として実践して生きていきます。私たちは常に自分勝手な不完全な生き方をしてしまいます。だからこそ自分自身を整えた生き方、仏道が私たちの目安になります。私たちにはそれぞれに仏様として生きる、 ことができる可能性を持っていますしかし仏道を実践しなければ自分自身が「仏」として生きることはできません。館長様は自他共に生かし生かされている世界において自己の在り方を常に反省し決して諦めることなく。 仏道に邁進仏道を実践することが大切であると示されています。決して諦めず仏道を実践する日々の生き方の姿勢に周囲が影響を受けて良き方向に変化していくのだと仰せでございます。自他ともに 思いを巡らすことが分かち合うことであり生かし生かされて生きている我が命に気づくことが支え合うことであり仏道を通して命を生かしきって生きることが思いを重ね合うことに他ならないことになります。日々 不条理なことに振り回され、思い悩む毎日ですが、だからこそ、仏道の実践という、人間の真実のありようを具体化した生き方が求められています。どうぞ皆様、難しいことはありません。座禅の作法を通して、生かし生かされて生きている、 我が命を十二分に感じ自分自身を仏道という整った生き方に合わせ反省し日々の生活を丁寧にそして大切にみんなで過ごしてまいりましょう。南無釈迦宗仏南無高祖常用大師道元禅寺南無大祖常祭大師 経前寺。